結末、堤哲夫、前回のあらすじ、当のあやめとあって全部はっきりさせる。そう決意する堤とエリオは捜索を続けていた。本所七不思議の呪い、セーマンとアシノの因縁は果たしてどのような結末を迎えるのか。やりますか。やりますか。堤哲夫、午後6時台。隅田川。よう。直接会うのは3年ぶりぐらいか。達者にしてたかよ。大学進学を決めたときに挨拶に来て以来か。その時も別に会いたくはなかったけど、学費を出してもらうから一応ね。お、どいつもこいつも着せねえな、兄貴の。ちゃんと一人で来た？ああ、一人だよ。身代金の受け渡しをする誘拐犯みてえな呼び出し方しやがって。捕まりたくないもん。一人じゃないじゃないの。めっちゃ見てるやん。いや、堤警部は一人で来たけど、うん、こいつらが後をついてきた。ああ、なるほど。ちょっとエリオの顔よ。そんな顔せんでいいや。目に光がないわ。まさかお前の方から警察に電話してくるとはな。こっちも会う必要があったから。まあ、なんだ。ちょっと積もる話が積もりすぎてるね。一個ずつ行こうや。どう？あたりはすっかり日が暮れ始めている。長い長い一日もおろうとしている。根島の予告はもう心配ねえが、まさかこんな展開になるとはな。どっか周囲見たらおるんじゃん。ねえ、隠れてないですか？ザク、あいつら来やがってる。すごい、うまく隠れてんな。隠れてんな。ねえ、全然見えへんわ。いらっしゃらないわ。ちょっとすごいな。ナメドリはいない？この状況でナメドリ見つけてもな。いないか。ちょっと話聞く前にさ、あの資料、 あれなんか見れるようにしとくって言ってたよね。送りちょうちん、あ、かしり主となったものを当人の持つ呪いの死に方によって死亡させる。はあ、はあ、あれこれ読んだっけ。一番最初の時にさ、うん、置いてけぼりを持ってるヨコちゃんが、うん、なぜ水没その溺死したのかってさ。あー、そうだね。なんかその送りちょうちんのモアモアが近くにあったのよ、うん、あったあった、なんか謎の火があるなみたいな。それで殺されたんや、ね、うん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 。で逆に、うん、お家の時は、うん、あれはおきいが拾って死んだんだっけ？じゃなくてあれか、あ、それに関してはヨコちゃんに殺された。それは多分ヨコちゃんだと思うね。うん、だからそのおきいの時は、うん、送りちょうちんでヨコちゃんが殺されたのをおきいが拾って、うん、っていうルートをやったんやと思うわ。そうだわ、なるほどね。うん、あれで最終的にあれ、あの時はオキエが、オキエルートでも結局オキエは殺されたんじゃない？そっか。でそれも送りちょうちんでやられてんのかな？やられてたんじゃないかな。まあでもなんかなるほどねって感じだね。うんうんうん。読んだ気もするな。読んだ気もするのかな。そうかも。うん、なるほどね。じゃあ聞くか話を、その前に
3年ほど見ねえとさすがに変わるな。雰囲気が大人びたというか。小さい頃は洋食屋のオムライスで口の周り汚しながら大喜びしてたのにな。何その可愛い思い出。て、待て待て、そんな頃まで戻んねえと思い出がねえってことか。悲しい。いや悲しい。そりゃ恨むわな。まあね、警察やから忙しいんやろな。時間割けなかったんだろうよ家族に。それこそ、ねじまを追ってたからとか、うん、あるんじゃないかな、うんうんうん、だと思う。さあ、うわいっぱいある。まあ多分全部聞くんやと思うけど、うん、でもこれちょっと最後に聞きたいかもな。そうね、うん、じゃあちょっと人質ねじまねじまからいくか。もう単刀直入に聞くが、ねじまやったのはお前か。だったらどうするの？かくまってくれるの？いや、それはさすがに。だよね。仕事だけは真面目だもんね。はい。私がやりました。お前。あの男は、私がかしり主だとは思ってもいなかったみたい。庭園に連れてかれて話してる間に、条件を踏んでたから使ってみたらいけた。すごい顔してる、あやめちゃん。なあ、鬼の形相してる。うん。まさか、発動するとは思ってなかった。だから、もう後には引けないの。そんなことをね、罪を重ねる前にやり直せる。じゃあ、言い方変える。このチャンスを逃したくない。チャンスかよ。まあでもここまで来たな、やばな。ねえ、もうきっかけというか、あやめちゃん的には。ねえ、踏み出しちゃったわけだから。うん、引き下がられへんのかもしれんな。ねじまのやつ、なんか言ってなかったか、お前に。あなたの悪口ならたくさん言ってたけど。おう、まあそうだろうな。だから私も負けないくらい言ってやった、悪口。容赦ねえな。そこに関しては少し意気投合できたかも。いやダメだろ、今日はあかんだぞ。ダメな意気投合だそれ。でも私も殺人犯だからもう似たようなものじゃない。いやそこお前ちょっと違うだろうかよ。違うの？違わねえな。ほんと正直だな。いやあ、呪詛玉持ってるからさ。死んだ。嘘ついてないって分かっちゃうからね、お互いが。いやしなあ。なんか哲夫ちゃんもなんやろ、その全部を否定はしたくないんやろうなって。うん、だってやっぱ娘やから。うん、かばいたいに決まってるやん。あるんやろうな。苦しい。俺はよくわからねえんだが、世の父親ってのはよ。ん？子供が罪を犯したらかくまうもんなのか。いやー、なんてバカなことしたのっていう。叱ってあげるのがやっぱり
方がいいと思うけど、いや事情が事情だったらちょっと変わっちゃうかもって思っちゃう。どうなんやろうな。いやどっちにも、そのやっぱ子供を思う愛情っていうのはあるのよな。あるよね、うん、だからその先に自分の子をどうしたいかなんじゃないのかな。そうだね。そう、知らないよ。そっちのが詳しいでしょ、専門家なんだから。そういう事例は。ああ、身代わりになろうとしたり隠蔽の手伝いをしたりする親はまあいるな。まあいるだろうね。人としては間違ってるが、親としてはそれが正しいのか。そこに愛があればなんか間違ってるとは言えないなって思っちゃうな。なんかそれこそさ、その世間体がとか、その親としての立場がとかっていうのでなんか隠したりとかさ、そういうのだったらさ、うん、違うだろうと思うけど、それは子供のあれじゃないじゃん、結局自分や。そうだから、そういうのだったらなんか違うだろうって思うんだけどさ、その子供に対しての向き合い方次第じゃないかなって思うな。その子供のためを思っての行動なのか、そういう子がおる自分のなんか見え方が悪くなっちゃうからっていう考え方なのかで変わる気がする、そうだね。私なんか正しい正しくないとかそういう問題でもないような気がしちゃうな。わかんない。でもそういう父親ならもし間違いを犯した時でも相談しやすいだろうとは思うけど、何があっても親だけは自分の味方だっていう安心感。そうか、それが味方な。そりゃ俺には無理だな。いいよ、別にそんな期待してないし。きついね。デジバは本当に何も言ってこなかったか。別に。なるほど。おお。次どれ聞きたい？まあそうね、人質あたりがかな、無難かなと思うけど。そうしよう。さっきは人質になったのに助けられなくてすまなかった。怪我はねえか？ほらね、そういうとこ。ん？なんで今さらその話したの？最初に確認するもんじゃない普通。いや、それは私の心配よりも自分の都合が先なんだよね。確かにその通りだったな。面目ね。ああ、堤さん、それはダメだよ。やっちまったね。いらんて。いらないよね、今の。お前ら今、ああいうのっていらんね。私は大丈夫だよ。どうにか逃げられたから。そうか、それならよかった。話す順番で何か変わったんかな。かもね、これが一番最初に来なきゃいけなかったから、一番最初に聞いた方がよかったのかもしれない。いやー、だって人質になったことでしか書かれてないからさ、その心配をするってかどうか分からなかったんだもん。まあまあまあ
呪詛玉かな、じゃあ。お前、呪詛玉持ってるんだよな。あるけど。おとなしく手放す気はねえか。呪詛による殺傷もちゃんと警察で扱われる。それ以上罪を重ねる前によ。ないよ。そうか。今も家臣主である俺の命を狙ってるわけか。それが目的だもの。話し合いに来たわけじゃないし。でも哲夫ちゃんが条件を踏むことは多分ないんじゃないかな。ないんじゃないかな。ちゃんと向き合うって決意してきてるからね。ベラベラ喋ってるけど、条件を満たしたらすぐ使うからね。まあ、その条件って、何だっけ？多分なんかあの素直に質問に答えないとかだと思うけどね。あ、なんかそうやな。そう、答えられへんと、そう、使われんねん。そう、なんか黙秘と、そう、嘘、そう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 がダメ。そんな感じやね。そう、哲夫ちゃんも同じような条件だったよね、確かね。そう、相手、その自分がした質問に対して、その嘘をついてたら分かる。で、それで使えるんだよね。今、いくつ持ってるな、呪詛玉。3! あ、じゃあもらったんかな。あ、そっかそっか。3つ。だけど。そうだ、あれだよ、手放すって言って手放したんだよ。そうや、そうや、そうや。そうだ、そうだ。そうか。いやー、そうだね、春江さんもうこれ以上はダメだってなって、そうだ、決意したんだったわ。渡すつもりはないよ。まあこれで終わりとかな。守りか。いや、秘術の願いかな。お前はそこまでして蘇りの秘術で何を望んでるんだ。言ってもわからないよ。どうせバカバカしいとか言って否定するに決まってるし。いや、そんなことはね。蘇りは無理でも一緒に埋め合わせる方法を考えることはできるかもしれないし。葛飾北斎は難しいんじゃないか。葛飾北斎はどうやって埋め合わせすんだよ。ねえ、北斎展とか行くの。ああ、一緒に行くって感じ。葛飾北斎先生を蘇らせたいの。北斎？あの浮世絵の葛飾北斎蘇らせる？壮大でしょ。お前、そりゃ好きだとは聞いてるが、何をそんな、あ、ほら、ほら、言っちゃった、バカ者。何をそんなバカなことを。バカー、バカバカしいって言うに決まってるって。言った、ほんまに言った。ほら。ああ、浮世絵のロマンに没頭してる時間だけが、私の拠り所だったの。そんなこと気づいてもいなかっただろうけど。そうだったのか。思ってもみなかった。それで救われたの。私が今も生きてるのは北斎先生のおかげ。そこまで追い詰めてたのかよ。今更気づくくらいだもんね。悔やんでも遅いよ。
何をバカなことを。蘇りの秘術の話を聞いたとき、私の使命はこれだって思ったよ。これを果たしたら、もういつ死んでもいいって。お前、そんなこと。ちょっと確認してんだが、白石道夫の持っていたお守りってのに心当たりはねえか。白石波垣って男と車に乗って事故を起こした時のやつだ。ああ、ゆうたろうくんの。あったあった。ゆうたろうくん？お前、あれか？やっぱりあの男とは、その、そういう関係で。え？別に。つまんない人だったし。なに？ああ、そうなんだか。でもあいつが言うには。ああ。話がずれてる。堤さん、お守り、お守りを。こうなるとあの人、頼りにならないな。まあ、もう会うつもりもねえなら、それでいいんだが。ああ、いやい、ひき逃げ事件の件でも、お前にはいろいろと。聞きたかったのは、そんなことなの？ああ、いや、そうじゃね。今、お守りだ、お守り。お前が現場から持ってったのか。これのこと？おお、これだ。現場に落ちてたの拾っちゃって、指紋がついたから持ってきちゃった。それだけか？本当にそれだけの理由なんだな。え、何それ、そんな特別なものなのこれ。ああ、必要なもんなんだ。渡してもらっていいか。必要なもの、何なの。今発生している七不思議の呪いを解くために必要なんだ。でもそんなことしたら言ったら渡してくれないやん。いやでも嘘つくことになっちゃうもんね、黙ってたらね。え？じゃあ、これ渡したら、秘術が使えなくなっちゃうの？それじゃやだよ。渡せない。しまった。素直でちゅねえ、哲夫ちゃんは。甘ちゃんすぎる。警部さん、ちょっと頼りなさすぎない？お守り。まあ条件踏んじゃうからね。あ、嘘は言えないですけれど。お守り渡してもらえねえか。え、やだよ、秘術がなくなると困るもん。ダメでした。じゃあママについて聞きますか。ママ、あいつはヤスコはどうしてる？ヤスコさんって言うんですね。お母さん？そう、連絡してないから。私もずっと一人暮らしだし。むしろ、そっちの方が連絡してると思うけど、どうだった？そういや、今朝電話したな。保護するために。今日一日お前を探し回ってたはずだ。うん、じゃあ元気そうだね。私が警察に電話した後、ちゃんと連絡ついたって連絡した？ああ、してね。もう今も探し回ってるかもしれないじゃない。ああ、お母さん。お母さん。ああ。
そういうとこなんやろな。ねえ。夜遊びとか多いって聞いたぜ。あんま心配かけさすんじゃねえぞ。どの口がそれを言うんだか。全部話したね。そっちの話はもういいよね。私の話も聞いてもらえる？なんだ？私にさ、隠してることあるよね。あります、ね、あります。これないって言ったら終わりです。あります。ちょっと悩んじゃった。そりゃまあこんだけ生きてりゃ隠し事の一つや二つあるだろう。そっか、そういう逃げ方ね。じゃあ、私の持ってる津軽の太鼓の呪詛玉の条件を教えておくけど。何？これね、私に対しての隠し事がバレた相手を叩き殺すというもので。つまり、私が知ってる事実をあなたが隠した時に呪詛を行使できるんだけど、その上でもう一度聞いてもいい？ああ、なるほどな。それで確認しようってのか。だったら俺もその前一つ言っておくが。ん？俺の落ち葉なきし、こいつも実は似たような状況を持っててな。うん。俺に対して嘘をついたら、そのタイミングで呪詛を行使できる。え？何それ、ずるい。私に使う気？その呪詛を。法人としては許されねえだろうが、人の親として子供を止めるのは致し方で。え、脅し？そんなことで素直に言うこと聞くわけないじゃない。俺も使えたかねえよ。お前が嘘つかなきゃいいだけだ。だったらどうぞ。私が嘘なんてついても仕方ないし。じゃあ聞くけど、隠したら今度こそ本当に死ぬからね。私さ、あなたたちの本当の子供じゃないんでしょ？死産だった子供の代わりに都合よく拾われたんでしょ？本当の親が誰なのか言えないからずっと隠してるんだよね。黙ってるのは卑怯じゃない？まあ、でもあなたに都合悪いから言えるわけないよね。だって私の本当の親はさっきの。あやめ！言いてえことはそれだけか。だったら答えは一つだ。よく聞け。お前は正真正銘俺たちの娘だ。それ以上でも以下でもね。この期に及んで
の？なんで？このバカ！ボス！なんで、そんな意地を？やっちゃった。なんでそこまでして隠すのかな。おい、あやめ。なんで。あやめ、誇れ。何があろうとお前は俺たちのかけがえのない子供だ。嘘、なんで生きてるの。ねじまの野郎に何を吹き込まれたか知らねえがよ、お前は死のじゃねえ、足のなんかでもねえ。堤家の長女、堤あやめだ。なあ、今は遠野だったか、それでもいい。どっちも大事なお前の本名だ。何それ、バカじゃないの。真実がそうじゃないってことは、呪いが証明してるんだけど。確かによ、一緒に遊んだ思い出は少ねえかもしれねえ。家のことは任せっきりで、ほぼ何もしてこなかったけどよ。それでも、仕事中でも、どんなにきつい現場にいてもよ、お前が元気に成長して幸せになることだけをずっと望んできたんだぜ。何言ってるの、今さら。だから最後によ、そっちも一つだけ正直に教えてくれや。ここで嘘ついたら道連れだぜ。やめてよ。秘術のために今回の七不思議の呪いを呼び起こした黒幕ってのはお前じゃねえだろ。うん、そんなことできないし。白石道夫のお守りを拾ったのもただの偶然だよな。なんなのそれ、さっきそう言ったじゃん。よかった、それが聞けりゃ大丈夫だ。お前はねじまとは違う。嘘に逃げなくても
ちゃんと自分の足で生きていける。俺をいくら嫌ってもいい。無茶な願いを持つのもいい。ただ人の道だけは踏み外してくれるなよ。お前も今回の呪いの被害者なんだ。引き逃げの剣と呪詛を行使した分はまだちゃんと償える。逃げんなよ。お前なら絶対やり直せる。できるはずだ。俺の子だからな。それからの人生は達者で生きようよ。同日午後6時18分遠野あやめの身柄を確保。同時に堤哲夫の死亡も確認された。堤の所持した呪詛玉は5個および遠野あやめが放棄した3個については貸し主を失い一時的に霊力が切れたため、その間に回収し黒鈴美代が所持することで簡易的に封印。並びに遠野あやめの所持していたお守り印も回収され、こちらも黒鈴美代に委ねられた。これらにより今回の事態によって発生していた呪詛による大量虐殺は未然に防がれた。かに思えた。ああ、だって置いてけぼりの持ってるもん。ああ、ちょっとごめん、鼻かんでいいですか。いいよ。いやあ、きつ。マジで、マジできついって。あの哲夫ちゃんのさ、ボロボロになってるのに笑ってる表情がもう辛くて無理だった。いやあ、うん、言葉一つ一つもさ、あの質問もさ、あやめちゃんのことをこう信じてる聞き方したじゃん。うん。分かってて聞いてるよなもう。うん。でも本人の口から真実が知りたかったんだよね。うん。いやあ、進めたくない。だってもうこれから大変なことになるの分かってるもん。やるよ、陽子ちゃん、うん、君なんだろう、陽子ちゃん。なあ、ええ、ああ、そういうことか。緑町にてひときわ広い敷地をも、誇っていた弘前藩津軽家大名の上屋敷には火事を見張るための2畳5尺、約 7.6 メートルもある高い火の見櫓が建てられていた。通常火事を知らせる際に太鼓を鳴らすのは定火消しという役人だけに認められており、大名屋敷では万儀を鳴らす決まりになっていたが、この津軽屋敷の火の見櫓ではなぜか太鼓を鳴らすことが許されていたという。上屋敷の存在感もあって、このことは町の人々の興味を集め、様々な憶測や噂話が生まれていった。
自身に対する隠し事が発覚したものを大出しさせる。ちょっと頼むわ。ドーンドーンと今宵も響く太鼓の音。いつからであったか山に聞こえるようになったのは神屋敷の太鼓だろうか。二宮蔵に火事を知らせる万儀の代わりに太鼓があるという。しかしどこからも火の手は見えぬ。なぜ打ち鳴らされているのか人々は不思議がっていた。そんなある朝見つかった物言わぬムクロ、その顔を見て誰かがつぶやく。浮世絵師の千歳王じゃなかろうか。身を結ばぬままにお歯打ちからして早数年、今やおいて長い母屋でその日暮らし。哀れな老人の楽しみといえば、たまに訪ねてくる孫娘に筆と紙を持たせてやることばかり。そんなある日、孫娘が聞かせてくれた夢語り。呪い、御霊、そして蘇り、聞くや否や目の色変わり。うれき身をやつして筆を走らせ、一心不乱に書き上げた。その絵、奇境にして、妖艶と見る者魅了し、たちまちの評判に。果ては、お上のお目にとどまり、そんな矢先に何があったのか。ボロ切れのような姿を見て、人々は眉を潜めながら囁き合った。まるで太鼓で打たれたような、無体なようじゃないかと。わからん。あれなんじゃない、そのさ、下のさ、うん、妖艶と見る者魅了し、たちまちの評判にって、そんなお上を差し置いて、うん、そんな魅了して魅了するような絵を描きやがって、バカ誰がって、あそのさ、自分の見た目とかさ、うんうん、その美貌にやっぱこだわってたからさ、うん、自分よりも注目されるとかが嫌だったんじゃないか。なるほどね。どうだろう。だからってその書いた人をボコボコにしたってことか。そうそう、書いたやつをボコボコにした。嫌なやつ。まあ。で、あと買った話は、あれ買った話も見てないのか。富蔵おこまのやつは見た。そうだね。ここは多分見てない。そうだね。うん、呪詛玉と呪いの力。その時点の顔、住所、氏名、年齢、職業、所在地の全てを知る相手の手足を切断して失血し、おこまは気立てのいい女だった。ちょいと肝っ玉が座っているが、よく働き、つましくも幸せな暮らしが続いていた。夫が首をくくるまでは。人々をたぶらかしただって？誰が信じるもんか。おこまは夫の濡れ衣を晴らすと腹を決めた。そんな折にすり寄ってきたのが留蔵であった。ここいらでは見たことのない男だ。こいつはお上の回し者だね。旦那の次には私ってわけか。上等じゃないか。何を探ろうってんだい。おこまは夫を失った哀れな女を装い、夜ごと橋で落ち合っては、情報を引き出した。やっぱりあの人は騙されていたんだ。果ては確信を得て、お上に掛け合うと息巻くおこまに焦ったのは留蔵であった。手玉に取ったかと橋の上で押し問答。しかし、もはやおこまは聞く耳持たぬ。ここぞとばかりの悪態のつき放題に、ついに堪忍袋の尾も切れた。血しぶき浴びて我に帰った時には後の祭り。血の海に転がるは片手片足を切り落とされた女の袋。うわ。もうさあ。おこまと、なんだっけ。ゴマとおとき、おときあと仁吉、仁吉ね、仁吉騙されて首くくっちゃったのか。そうか、なんかだいたいちょっとつながってるよね、七不思議ね。そうね、うん、特におかみな、おかみな、おかみよく出てくるわね、悪いやつ。エリオジュンかと思えた。エリオジュン、午後8時台。黒鈴さん、夜遅くまで連れ回してごめんなさいね。まだ見つかってない貸主がいるのがどうしても気になって。あ、はい。私なら大丈夫です。
この仕事、主戦場は夜なので。ヤコちゃんは自宅まで送ってもらえました？うん。さっきパトカーで送ってもらったよ。最後まで見届けるんだって、だいぶ暴れてたみたいだけど。ありがとうございます。冷野菜の影響も出てきて危険なので。あ！置いてけぼりに来てしまった。これ、禁止堀公園か？うん。あれ、その右のさ。うん。あの、電話ボックスの隣って、なめどりじゃねえ？なんで？オカメインコみたいな。ほんとだ、かわいい。口でバットの先を持ってる。釘バットやし。釘バットは、いかついね。20番。赤星院インコ。赤星院インコね。赤星インコで合ってたわね。俺、オカメって言ったんやけど。あれ違ったわ。赤星インコだったか。こんな、なんか、でかくない？でかいよな、シール。でかいよね。子供の顔ぐらいあるやん。だって電話ボックスこれでしょ。でかすぎんだろ。ちょっと、とりあえず周囲から見ようか。夜8時にしては出歩いている人も少なく、周囲は物静かな雰囲気だ。昨日今日でこの付近で事件が多いから、みんな夜は出歩きたくないのだろう。うん。で、電話ボックスは見れないね。あとは、怪しいとこも別にないか、遊具も調べられない。うん。であれば、じゃあ、みおちゃん。あ、ん？どうかしたの？今度は、エリオ刑事に。え？え？何？残る呪詛玉、置いてけぼりや黒幕が何者なのかも気になるけど、その心配をなくすためにも、まずはそっちだよね。二つのお守りはどうだった？六名簿院の書のありかは分かった。はい、どうにか。お守りの中身を二つ掛け合わせると、解除できる封印がかけられていました。中身の板切れみたいなものは、封印によって小さく折りたたまれた状態の書物でした。なんと、お守りの中身が書物そのものだったのか。じゃあそれが院の書ってわけか。内容はどうだった？ですが、まだその書を開くためには、もう一つ封印を解かないといけないようで。それに手こずってるので、ちょっと手伝ってもらいたいんですけども。お、なるほど。封印の解除ね。オッケー。俺に何ができるかわからないけど、任せて。いやー、エリオー。心強い。鉄尾ちゃんがいなくなってすぐなのによくこんなね。から元気だろうけど。前向けるよなー。まさかの快諾。なぜか頼もしい。で、ですね。書物には5種類のお札が貼られて封印してありまして、それを正しい順番で剥がせばいいみたいです。お札の種類は、船、提灯、シーの葉、太鼓、足の方の5つなんですけど、5つの札を正しい順番でか。これ、もし間違えたらドカンといくやつ。あ、いえ、やり直しになるだけです。さっき試しました。おー、もう試してたのか。果敢だね。ドカンやったらどうして本当だよ、ミオちゃんそのまま。チリになってたぞ。なあ。秘術のための呪いが解き放たれた状態でないと、解除できないような仕掛けだと思うので、今回の呪いに関係するものにヒントが隠されてると思うんですけども。うん。じゃあ、覚悟ができたら言ってください。なるほどね、情報を見ろと。ああ。
船、提灯、シーの葉、太鼓、足の方。時系列順とかなのかな、じゃないかなと思うけど、うん、メモするか。うんうん、頼むわ。船、提灯、シーの葉、太鼓、足の方。船、提灯、シーの葉、太鼓、足の方、はい。うんうん。で、本庄七不思議の船って置いてけぼりかな。置いてけぼりかな。うん。金絞り。おとき、魚釣り。まあ、ここはまあなんか最初、一番最初のイメージがなんかあるんだけどな。でも父も母ももうどこにもいなくなっちゃったのか。探しに、ある日父が消え、父が消えた。うん。で、母が探しに行ってると。うん。これ最後か、じゃあ。行ってる。はあ、はあははあ。あれよね、その父が、首吊って、で、仁吉じゃなくて止蔵の話を聞いてた、そうそうそう、おっかが切られてから、うん、まあ、最後の方じゃないかな、これ最後っぽいね。で、次なんだっけ、船と提灯と太鼓見てみた方がいい、提灯と太鼓か。提灯ってまず月明かりのもと橋のたもとに何かぼっと浮かび上がる。これが最後かな。どうなんだろう。脳裏に浮かぶは杉氏に方の情景で、若い夫婦とその娘すべて失ってしまった。あ、そうね。そう、世話になった。提灯最後やな。そう、提灯最後っぽい。で、提灯を5番として、C。C。神屋敷の庭の話で。あ、これ、首吊ってんのか。あー、これ首、そっか。存在もせぬ無双の秘術で、就任をたぶらかした男が首をくくった、だから、これ、仁吉だね。うん、死人に口なし、うん、これじゃあ最初の方かな。で次が太鼓だっけ。太鼓かな。太鼓、太鼓は何だこれ。太鼓はなんだ？孫娘、老人、孫娘、一旦足行くか、片鼻足、うん、片鼻足はさっき見たあれよな、この止め蔵の後やから、そうそうそう、そのんあれだ、仁吉だ、仁吉の後に探しに行って、うん、でって話だから、だからこれは、うん、3番で C の葉が2番で見てもいいのかな。そうだね、うん、だから太鼓が最初か最後なんじゃないかなって思う。うーん、うーん、もう一回さ、うん、C の歯見て。オッケー。
神屋敷の庭で見つかった。あ、近頃は評判の浮世絵に便乗して繁盛していたという。ああそうやな。だからあ、でその絵師だったらじいさんも罰が当たったんか、無様な姿でやから一番最初タコでやってる、うん、なるほどなるほど。オッケー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 。じゃあ太鼓、し、足、船ちょうちん、船ちょうちん、オッケー。それでいきましょう。一回セーブしとくか。うん、こっちでいいかな。俺じゃない、お札を剥がします。相談もできたんだ。相談したらどうなるんだろう。爆発するわけではないので、とりあえず試してみてはどうでしょう。なるほどね、オッケー。軽い軽いぜ、軽い。さあ、太鼓だね。太鼓、太鼓。ファイナルアンサー。え、ファイナルアンサーにする前におっしゃった。ファイナルアンサー、キャー。いや、太鼓は最初だから大丈夫、はい、次 C、 C の歯、足の頬、船、提灯。よっしゃー、心地いい。あ、すごい、正解です。解除できました。しかも一発で成功するなんてさすがです。これがエリートの力なんですね。エリートって言われちゃった。当たってまーす。それは全部。ざっとこんなものかな。だから任せなさいと言ったじゃないか。さて、これで中身が読めます。資料が更新されました。はい。六名簿いいんでしょう。うん。こっちか。吉見はじめと白石道夫が持っていた二つのお守りとして、現代まで残されていた。本所事変の一部始終が記録されており、さらに、セイマンの手で次のことが書かれている。後世に、事変の恩害による災いが起きた時のために、この書を残す。災いを鎮めんとするものよ。以下の三つのものを一ところに揃えよ。我が、下女の術が発動し、秘術も、呪詛も、すべて払い消し去るものなり。一、我が魂。それすなわち、我が呪影なり。一、我が映しみ。それすなわち、その時代に生きし、我が血統のものなり。一、我が精神。それすなわち、このセイマン自身の意識なり。なぬ？用意しろと。はあ。だから、あれか、セイマンに関係する呪詛。呪詛玉と、うつしみ、うつしみと精神。その時代に生きし、我が血統のものなりやから。うん。だから、末裔やな、これは。そうだね、末裔が必要だよっていうのと、我が精神。それすなわち、このセイマン自身の意識なり。うん、だから、あれだね、波長が合う人に、その意識入れてくれよってことよね。うん、ってことやんな。で、さっきさ、ミオちゃんがさ、ん？今度はエリオさんのところに？みたいな言ってたじゃん。言ってたな。セイマン近づいてんじゃないの？え、君？君かな？君かな？君かな？あれ？波長、合う？待って、ちょっと今気づいたことがある。はい。私たちセイマンだったりしない？しないか。あ！え、だってさ、エリオに今私たちが乗り移ってるわけじゃない？確かに。で、呼びかけたりとかしてるじゃん？ああ俺らセイメンやったか。セイメンかもしれん。セイメンやわ。じゃないねえ。それあり得るわ。うん。いや、このゲームならそうする。そうするね。そうするね。俺もそうするもん。俺もそうする。ま、俺もそうする。うん、俺もそうするもん。だからこれ。イントネーションキモがやめて。これ、だから、
ケルベロスはすなわちその地獄の番犬は聖魔だったと意識やったんや、うん、なんならだって終わらそうとしてるもんな。ねえ、うん、確かに沈めようとしてるからね。そう、俺らは沈めようとしてるから、うん、確かに。ちゅうことはですわ。じゃあ今エリオのところに私たちがいるってことで、そうそうそう、まあ問題ない、うん、あと他の2つどうすんのって感じだけど、ジュソはやな、うん、まあ、ジュソはあるか。あともう一個、あ、松江か。チーじゃない、松江じゃない。松江は誰なんだ、エリオか。うん、これは何が書かれてるんだい。まず江戸時代の本所で起きた蘇りの秘術をめぐる惨事の顛末ですね。本所事変と呼ばれる内容の一部始終が明らかになりました。本所七不思議とその呪いの元になった出来事ってやつだっけ。はい、今回の呪影はこの事件による犠牲者の無念が呪いになったものですが、この内容は答え合わせみたいなものなので今すぐ必要な情報ではなさそうです。なるほど。他にも書かれてるの？はい、こちらが私たちが求めてた情報ですね。後世に事変の恩返による災いが起きた時のためにこの書を残すとあります。ほう、すごいね、予測してたんだ。で、その続きですけど。じゃあ頼むわ。災いを鎮めんとするものよ、以下の3つのものをひとところに揃えよ。我が下女の術が発動し、秘術も呪詛もすべて払い消し去るものなり、我が魂、それすなわち我が呪影なり、我が写しみ、それすなわちその時代に生きし我が血統のものなり、我が精神、それすなわちこの聖魔自身の意識なり。もうケロベロスと、あと案内人があれか、案内人が聖魔説もあるか。あ、どうなの、その代わりに君たち地獄の番犬ケルベロス様にお任せしますみたいな。うん、どうでしょうかね。すごい、この3つのものを1箇所に集めればセイマンの下女の術が発動して呪詛も秘術も全部打ち消してくれるみたいです。もうそれだよ、まさにそれを求めていた。セイマンの魂と体と精神の3つってことですけど、魂はセイマンの呪影と書かれてますね。呪影？七不思議の中にセイマン自身のものが混じってるってこと？なんかあったよね。うん、確かあったはず、うん、どれだったか忘れちゃったけど。そういえば確か荒石先生もそんなようなことを言ってました。あ、もう一つヒントが書かれてますね。我が呪影は我が呪詛を持つ、我が呪詛は貸り主を滅するものなりだそうです。送り提灯、我が呪影は我が呪詛を持つ、だから貸り主を滅する呪詛を持ってる呪詛玉が、ああ、そういうことか。ってことじゃないか。あれ？だから、送り提灯ってあれよね。貸り主となったものを当人の持つ呪いの力の死に方によってみたいな話だから。うん。いや、どうなんだ？これ？違うか。セイマン。でもさ、なんかさ、うん、提灯の内容もちょっとそんな感じじゃない？確かに。他だって特にそんな感じのじゃないもんね。若林も違うでしょ、うん、だって。あ、うん、じゃあ送り提灯のさ、うん、そのこの表、その表情は後悔の念に揺れていた、脳裏に浮かぶは次に
し方の情景、若い夫婦とその娘、すべて失った世話になったのを、うん、後で返してしまった、うんうん、彼らの胸に蝕まれるが今となって取り返しもつかぬ、ついで浮かぶあの陰陽師の女、思えばすべて奴の仕業だった。いや、これも己の未熟さが招いた身から出た錆、慢心を見抜かれ愚かにも禁忌を紐解き多くの不幸を招いた。蘇りの日はやはり触れてはならぬも、ならぬものだった。万感こもごも至る中、男の命の灯火は消えようとしていた。せめて最後に伝えたかったが、もはやそれも叶わぬ。地獄行きは覚悟の前、願わくば来世に望みを託せんだろうかって言ってるから、うん、だからたとえこの身を失うともこの罪の償いよっていうためにそうか、下女する術を残した。うん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 。だから送り提灯であってるわ。だね、そうだね。その呪詛で言うとそうだろうなと思ったけど、だからさ、内容もだ、最初のさ、うん、送り提灯でさ、その陽子ちゃんが死んだとかはさ、うん、誰にも渡ってない呪詛が、あ、暴発して殺したんじゃないのかな。だからこれは起きてはならぬっていうその始まりやったんじゃないのかな、うんうんうん、なるほど。まあ確かに、だって長澤さん多分そのタイミングで持ってないだろうからな。持ってないから、うん、だからその我が呪霊、その呪詛は我が呪霊が持つみたいなさ、うんうん、自分で自分を持ってるってことは、その魂みたいなのがその、うん、だから霊野祭が始まった途端にこう発動したんじゃないのかなって思ったりもする。なるほどね。いや、地獄行きって読んだ時にちょっと私たちかって思っちゃった。そう、湧いたから地獄の番犬って名前つけといて、そうだから地獄から蘇ってんねやって。そう、私たちそれで使わされてるんだわ。地獄より舞い戻りましたそれがヒントなわけか。よく調べればわかるかな。もうわかったよ、エリオ。大丈夫だよ。エリオ、おさえおさえ。でも、もう貸り主もいないのに、呪霊は現れるでしょうかね。それから、うつしみは、セイマンの血を引く人みたいですけど。ああ、そっか。確か、そうそうそう、ヨシミがそのセイマンって人の血筋だったんだよね。あー、じゃあやっぱ長澤さんが、必要なんじゃない？お子を、うん、身ごもってんじゃない？うん、であればかな。撃たれちまったからねっていう、そんな意味深なこと言うからねえ、流ってんねんってまだその血は途絶えてないよ。そうだよ。あとはお守りを持っていた白石道夫か、そこも途絶えちゃったからな。うん、どちらも今回の呪いが解き放たれた時にはすでにこの世にいないですね。くっ、なんてこった。どうすればいいんだ。他にもいないですかね。血統はいくつも分かれたようなので。あ、これにも補足がありました。どれどれ、ヒントになるかな。頼まい。うつしみは我が血を受けし者でも、特に強い霊感を持つ者が望ましい。我が血により霊感が強い者であれば、霊に取り憑かれようとも逆にその霊を制御、その霊の制御を自ら奪えるほどであろう。え？ほう。鉄夫ちゃん霊感が強い。でも鉄夫ちゃん霊感が強いわけじゃないのか。やし、鉄夫はもう、もういないけど、でも制御自ら奪えるほどっていうとさ、その呪詛玉何個持ってても大丈夫だったからさ。確かに。死者に取り付くことはできんのか。どうなんだろう。だそうです。そんな人、いたっけ？私もそういうことができる人に心当たりはないです。一応次も見ておきます。あとは精神ですけど。読んだかね。魂と精神って別のものなの？霊的に人間は魂、肉体、精神の3つから構成されてると言われていまして。精神とはつまり、霊体の中の意識だとか自我とも言われている部分で、自動車で例えるなら、肉体が車体で魂が制御システムだとすると、精神は
運転手に当たります。ほう、へえ、なるほど、わかったような。で、これを探すヒントはある？ですね、我が精神は蘇りの秘術の術式が彼の地で発動した際、彼の地か、彼の地で発動した際に呼び覚まされるであろうとあります。あ、じゃあ彼の地だからここだ。うん、ここでだって初めましてしたからね。うん、セイモンは蘇りの秘術を封じようとしたそうですけど、六名簿をアシノに奪われて、それ自体を封じることができなかったので、もし術式を発動させた場合の対策として、もう自分の精神が封印から解き放たれるよう仕込んでいたようですね。だからやっぱり、うん、そのこの場所から始まって、うん、この場所に送り提灯のモヤモヤがあったってことは、そうだね、彼の地だ、うん、ここが。つまりよくわからないですって言うかと思ったわ、私も今。セイマンの精神は秘術が発動した昨晩に現れて、すでにどこかの誰かに取り付いているはず。今はエリオにね。なんと、その人も一緒に集めればいいってことでしょうか。よし、呪霊と末裔の人物とセイマンに取り憑かれた人物を今から探して集めればいいわけだな。あ、はい。でも、もしかすると、その後ろの二つは同一人物で済むのかも。お？つまり、わしらが、決闘？末裔ってことか。末裔なの？え？それは誰が？これ、ヤコちゃんに取り付いていた白石さんが記憶をなくしてたのと同じで、セイマンの意識は自分がセイマンであることに気づいていないだけで。多分俺らに言ってるってね。この事実を知れば、おのずと動いてくれるのでは。わしらが動くってことですわ。よいしょっと。すると、その人はすでに？あ、待ってください。誰かこっち来ます。はっ。ようこちゃんかも。ようこちょー。ようこちょ。え？あ、ごめんなさい。ちょっと失礼します。ひぃー！どちら様でしょうか。私がさっき飲んだジュースの空き缶を1万円で買い取りませんか？買います。買います。これ立ち去ろうとさせてるよ。え？露骨すぎやろ。今ならフライドチキンの骨も一緒についてくるのでお得ですよ。え、食べます。しゃぶります。あ、いや、間に合ってます。そんなこと言わずに、さあさあ、美味しいですよ。あ、今からこの場所でお花見しようと思っているんですけど、一緒にどうですか？え、いや、こういう場合どうすれば。取り締まるほどのことじゃないし、相手してても仕方ない。場所を移そうか。やばい、死んじゃう。行くな。あ、ごめんなさい、取り込み中なので失礼します。ああ。なんだ。これ、ジュースの。ひえ。最初はこうなる運命なんかな。そうだと思う。マルチなんじゃないか。うん。だからこの後どう気づいてセイマンが誰なのかっていうのを探す必要があるんじゃないかな、うん、そうなる。
っていうので大事なのが、大捕物。うん。のところとかから繋がんのかなって思った。うわ、やっぱり黒幕陽子ちゃんやないかい。いや、いい顔してたよ、最後。いい顔してたな。悪い顔してたぜ。あれは知ってる。悪い女の顔だね。悪い女の顔だね。さあ。あ、まだ終わらない。あ、おー、ノイリン！おや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 。お疲れ様でございました。これにて、本所七不思議にまつわる物語は終了でございます。そんなことあっていいわけないだろうが。おや、まだ諦めきれませんようですね。いやいや、まさかこのような結末になってしまうとは。いやいやいや、諦めませんよ。地獄の番犬ケルベロスは。残念ながら黒幕と呼ばれている人物の方が一枚上手だったようですね。マジで存在隠してたもんな、完全に。証拠も残さず隠れ続けていた彼女を止める方法はおそらくないでしょう。ただもしこの結末がお気に召さないのであれば、あなた様の手で違う道を開いてみてくださいませ。一度やっておりますから、やり方はもうわかりでしょう。うん、呼びかけましょう。それでは私はこれにて失礼します。お前何なんだ、セイマンか。案内人ですよ。そうかい。以上、案内人でございました。案内人か。うわー、エリオジュンの選択、堤哲夫のエンディングを迎えたと。なーん、いや、残ってんのはやっぱここしかないわね。うん、ただここで何をしたらいいか正直わからんな。はあ。まあ多分、じゃあ次回が最終回になるのかしら？ですかね。ですかね。いやー、マジか。でも、もうまさかさ、哲夫ちゃんだけは死なないと思ってた私。なんだかんだ生きてるかなと思った。いやー、辛い。そっかー。いや、でもこれで別のエンディングを探し出せれば、私たちが、哲夫ちゃんが死ぬこともないじゃん。ここでしか死んでないから。ない、ルートがあるかもしれないからな。うん。探そう。やってみますか。ああ。ね。ま、それは次回ってことで。はい。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。